演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はファミリーマートの旨辛冷やし台湾風まぜそばを食べたいと思います。まぜそばって食べたことないんですよね、どんだけ辛いんだろう。冷たいと辛さが引き立つのかな。混ぜて準備完了しました。肉味噌とかもやしとかメンマとか卵とかいろいろ具材入ってますね。ではいただきます。肉味噌の辛さなのかスープの辛さなのかどちらか分かりませんが、結構ジンジンと刺激がきますね。あ、これ結構くるな。確かに美味しいけど、で麺はうどんとラーメンを合わせたようなもっちりコシのある麺で、しっかり噛み応えがありましたね。それがよく辛みのあるスープと絡みますね。もやしや麺のネギといった食材の食感もうまく合わせてとっても美味しかったですが、辛さで好みが分かれそうな気もしますね。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンブですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。